さんこんにちは、クリックしたバックヤードです。いつもはビャッってやるんですけど、今日はちょっとアダルティに感じを変えてみまして、実はショップの方もリニューアルしたんですね。だからぜひとも遊びに来てもらいたいんですけど、ショップリニューアルして一番初めにいい商品を紹介したいと思います。今日はカルマパックです。はい、カルマパック、新しいブランドですね。カルマパックっていうのは群馬のスノーボーダーの勝山くん、僕たちみんなノリくんって言ってますけど、ノリくんが5年間の開発をかけて作ったバックカントリーにも対応するバックパックです。でカルマパックはブランドの名前で、このモデルはゴータマっていうモデルです。はい、カルマパック、カルマパックのカルマっていう意味なんですけど、サンスクリット語で行とか宿命とかってそういう意味なんですけど、このカルマとバックパックをくっつけたのがこのカルマパックですね。それでそのファーストモデルとなるのがこのゴータマなんですけど、勝山くんはこれの開発に5年、なんと5年も時間をかけて作ったそうです。はい、このゴータマ一番の特徴は何といってもこの汎用性なんですけど、非常に薄くなるんですね。だいたい20リットルぐらいの薄くなるんですけど、実はこのバッグがこの大きさ、ほぼほぼ約80リットルまで一つのバッグでここまで広がるバッグなんですよ。こうですね、すごくないですか。こんなに薄くタイトになって、ただ伸びる時はここまで大きくなるっていうバッグです。はい、なぜこのようなバックパックにしたかというと、勝山くんは展示を滑っている人だったらみんな勝山くんのこと知ってると思うんですけど、いわゆるハイクアップして山の上の方にあるベースのところにいろんなものを持っていくわけですよ。その時に大きくして、それでいろんなものをベースキャンプで運ぶと。それで実際滑ってくる時はそんな大きいものを背負っても滑ってこれないんで、なるべくコンパクトにまとめるっていう、1個でこんなに薄くからあんなに大きくまでできるバッグを作ったっていうのが今回のこのゴータマの汎用性の一番すごいところです。色の方を紹介したいと思いますね。まずはブラック、安定のブラックですね。オリーブ、グレー、ネイビー、コヨーテ、茶色に近い色ですよね。そしてもう一個がこちらのミルスペックのカモフラージュ。それでこの迷彩なんですけど、ただのデザインとしての迷彩ではなく、アメリカのミルスペック、ミル規格を完全にクリアしている、実際に使える迷彩になってます。素材はこちらはセンデニールのバリスティックナイロン、そして通常のカラーの方のこちらの方は1680デニールのバリスティックナイロンです。でバリスティックナイロンもいろいろあるんですけど、いわゆるジャパンメイドのバリスティックナイロンなんで、世界で最も品質がいいバリスティックナイロンなんて、どの色もすごくいい色なんですよ。めちゃくちゃ今のウェアに合うっていうか、まずずっと使える感じがするんですよね。飽きが来ない、それでしっくりくる。やっぱりすごく使うもんなんで、やっぱりそれ1年2年ではやっぱ壊れちゃまずいわけですよ。それを10年ぐらい使うと思うんですけど、それでも全然その色の飽きが来ないような色を確実にチョイスしてます。こだわりのもう一点、すべてのものをメイドインジャパン、つまりパーツからすべて全部日本製を使ってます。やはり雪山、とりわけバックカントリーに行くんで、やっぱり命をかけるわけじゃないですか。そんな時にどうしてもやっぱりバックパック、信頼できるものを使いたいですよね。工場も日本、生産も全部ハンドメイド、一つ一つを信頼できる職人さんによって作ってもらってるのがこのゴータマです。はい、まずフロント部分ですね。フロント部分はまずここの部分にスノーボードがかけられるようになってます。それでフロントからのアクセスもこちらに YKK の止水ファスナーでついてます。メインのアクセスになるのはこの背面ですよね。背面が大きく開いて、ここから中が開くことになります。中を見てください。通常のこういうアウトドアバッグですけど、よく中にフレーミングされているバッグがありますよね。アルミのフレームが初めから入っているバッグ、ただこのゴータマはそのフレーミングはありません。勝山君が考えたのはこの中にスコップのこのハンドルと
こちらにゾンデを抑えるスペースがあるんですけど、ここにゾンデ入るわけですね。これを使ってバックのフレーミングをしてるんですね。ですからこれでもうしっかりする。それで余計な重さはかけない、なるべく自分の持ってきたいものを持っていけるスペースを作ってるっていうところにやっぱりアイデアが入ってます。それで一番奥こちらですね、開けるとここにスコップヘッドが入るようになってます。この向きにこうやって入るわけですね。ここでこのようにカバーができて、なおかつフロントからもこの部分にアクセスできるようになってます。非常にシンプルで使いやすい構造になってます。でトップの部分ですよね、あそこまで伸びる構造すごく興味があると思うんですけど、トップの部分のこのフック外します、カバーを外します。そうするとずっとここまで伸びるわけですよ。それでこのように折ってベルトで留める、こうなってベルトで留める。そうすることによってさっきのブラックのサンプルで見せたように約90リットルまで容量が増えるというわけです。勝山君が考えているのはもちろん一番に考えたのはスノーボードなんですけど、スノーボード以外でもバイクとか自転車の人とかもこのバッグは使うことになってて、例えばバイクでキャンプ行く人ですとこのような状態になりますよね。それで自分の背中のバイクのシートの後ろのところにここを刺すことができれば、すごく大きな荷物をバイクのこの後ろのところにこうやって止めれるわけですね。それで下の方だけ押さえれば、これでバイクにこんだけたくさんの荷物が簡単に押さえることができる。なおかつシンプルに普通の日にでも使えるぐらいのこういう洗練されたデザイン、東京に持ってっても全然おかしくないし、僕なんかだとよく中国の工場なんか行くんですけど、このバッグがあれば荷物が大きくなった時に思いっきり入れることもできる。バックパッカーの人もすごくいいと思います。背負い心地も非常に安定してるんで、ショルダーストラップここら辺の感じがめちゃくちゃ気持ちいいです。それでこれじゃ終わりじゃないんです。ここから面白いのがここ見てください、このループずっとありますよね。これ実はモールシステムって言うんですけど、これもアメリカの軍とかでよく採用されてるんですけど、このループがたくさんついてるんですね。これはどういうふうに使うかというと、バッグを発展させて自分のいわゆるカスタマイズをしていくんです。私と皆さんとでは持ってきたいってものは必ずちょっとは違うと思うんですね。そうした時にここのところに例えばカメラをやる人はカメラポケットつけたりとか、望遠レンズポケットつけたりとか、あとは GoPro をつけたりもいいですよね。それで一個一個のバッグをここのところを通してこのようにして押さえることができるんですよ。バッグの後ろについているフレームを使ってここのところを通すことによって確実にそのバッグがまた上のバッグが固定できるんですね。ですからシンプルなバッグなんですけどすごく大きな汎用性があるので、いろんなところで使えるのもこのゴータマの素晴らしいところです。それではこれ背負ってみましょうね。薄い感じの時どんな感じか、ほぼほぼ20リットルの状態こういう感じです。それじゃあ大体40リットルぐらいが出る時こういう感じです。それでバック単体としては約90リットル。これを背負った時にどういう感じになるか。こういう感じです。背が高くなっても安定性がすごくしっかりしてます。僕としてやっぱり一番おっしゃるのは、何たって勝山君は群馬のライダーってこと。それで群馬のライダーの子がこんなに頑張ってこんなにいいバックを作ってるんだったらば、やっぱり群馬のショップとしては推したいっていうのは当然ですよね。もう完全受注生産でもあるし、非常に生産数も少ないです。ただ持てば必ずこれは満足すると思います。非常に物欲としてももちろんいいし、機能欲としてもすごくいいと思うんです。でもちろん壊れた時にもアフターで修理することもできるようになってますんで、ぜひともこれを見てみてください。カルマパックゴータマ、今シーズンのボードを考えるかリュックを考えるか、それぐらいに価値があるものです。チェックしてください。よろしくお願いします。